はい、どうもコアラです。マッチョメンです。マッチョメンではないだろう。俺らもさ、大人になってさ、面接とかさ、しないじゃん。今日面接しよう。でも普通に面接してもつまんないから、録音した言葉だけで面接をしよう。俺面接官やるから、あの子は面接される側やって、応募してきた側。よし、やってこ。よし。よし、じゃあ録音してくれ。はじめまして、ここはスーパーコアラの面接会場ですが、大丈夫ですか？はい。まずは自己紹介をお願いします。ワンコと申します。あなたの長所は何ですか？長所は限りなく可愛いことです。その反面、世界中の男性を魅了してしまうのが短所でもあります。なるほど、それは魅力的ですね。はい。コミュ障すぎる。どのくらいやる気がありますか？いつも何か食べ物のことを考えて生きています。メープルシロップですかね。最近ネギにハマっています。はあ？いいえ。はあ？いいえ。なぜこの店を選んだんですか？人と話すことが好きだからです。時給はいくらがいいですか？お寿司が大好きだからです。レジや品出しの希望はありますか？申し訳ありませんが、致しかねます。おばちゃんがいっぱいいますね。とんでもないです。教えてください。かしこまりました。21になります。ゴスロリだったこいつ。ね、使ってないの見て。私は最近、絹ごし豆腐にマヨネーズと醤油をかけて食べるのはなかなかやばいやつと我ながらに思っています。海はちくわ大明神の参拝です。休日は美味しいものを作ったり、美味しいものを食べたり、美味しいものを食べている人の動画を見たり、美味しいものを食べている夢を見たりして眠っています。俺のも聞いて。千と千尋の神隠し。はい。